ブラスケムは、ブラジルサンパウロに本社を置く、石油科学事業を営む会社である。2008年には、ラテンアメリカで、最大、南北アメリカ大陸においても、エクソンモービル、ダウケミカルに次ぐ、第3位の事業規模にまで成長した。ブラスケムは、13の石油科学プラントを保有しており、毎年500万トンの石油化学製品を製造している。 ブラジル最大の石油化学会社である。バイア州のカマサリとリオングランデドする州のトリウンフォ法に設けている石油化学プラントではエチレンとプロピレンを製造している。また、ブラスケムはベンジン、ブタジエン、トルエン、キシレン、イソプレを製造している。ブラスケムが製造した化学製品はエイラカースやダウケミカルといった企業に販売されている。 もっともブラスケムが最重要視している化学製品はナフサであり2010年8月にトリーンフォーにおいて稼働する新工場では砂糖由来のエタノールからのグリーンエチレンと呼ばれるエチレンを生産する計画であるブラスケムが設立されたのはブラジルの石油化学工業が再構築されていく過程で2002年に誕生したブラスケムを構成する前身の企業は コープン社とバイヤ州、サルバドールのコングロマリットであるオデブレッジ及び、マリアニグループが保有しているトライクム社、OPP 社、プロパット社、パリアルデン社、ナイトロカーブの社である。合併が成立した段階で、ラテンアメリカ最大の石油化学会社となった。2006年、ブラスケムはブラジル第三のポリエチレン、製造会社であるパライトの社を買収した。また、2007年には、 ペトロブラス、ウルトラパールと共同し、40億ドルでピトロレを、イピーランガの事業を買収した。前2社がイピーランガの石油配送部門を継承し、ブラスケムが科学部門を継承した。AB、ブラスケム P、銘柄概要。ニュース証券。2009年12月5日閲覧。 http://www.bioplastics24.com スラッシュコンテントスラッシュビュースラッシュ1347スラッシュ2スラッシュランク EN ソースペトロブリスソーシャルエンバイロメンタルレポート2007ありがとうございます、ね